これもなかなかいいことですよね。でさらに面白いのはここということになりますよ。厳しい勤務評定、もうそういうことでね、養成艇がもう地方の隅々までね、もう尋常じゃない働きぶりで目を光らせてますからね。これ勤務評定なんかもすんごく厳しいものが降ってくるんですよ。もう厳しい評定としてはですね、例えばもうお前はね人間のレベルに達してないよなんつってね、本当に書かれてたらしいですよ。もうお前はね木とか石とかと同等レベルだなとか言ってね、でも人間のレベルに達してないです。そんな勤務評定皆さんもらったらどうですかね。まあ顎外れますよね。もうそういうね、厳しいことも言って、まあ、他にもね、もうそんな君を選んだ私がバカだったとかね。で、あるいはね、もうその辺の動物にやらせた方がまだマシであるとかね、そういうことも本当に言ったらしいですからね。いや、なかなかね、もうガッツがすごいし、まあ、今だったら完全にパワハラフレーズもね、この時は言えるということでね、養成艇も厳しいということでしたよ。そういうことで、まあ、上司としては評判は悪い、まあ、そりゃそうですとね、これある意味仕方ないことですよ。これと比べるとこの前提のね後期艇なんかは割とねその点は寛容だったんで、これはねこの役人からも評判良かったんですね。でも養成艇になったらもうかなり厳しくなってきますからね。お前はもう人間のレベルに達してないとか言ってね、まあ言っちゃえばクズですとかね、もうゴミですみたいな、そういう言い方されますから、まあ、これはもういかに上司と言ってもこれは嫌だってね、そんなついてきたくないっていうことで、まあ、評判自体は良くなかったんですよ。もう上下関係で見た時にですね、もう上司として見たらこれはね、もうそこのその下で働いてる人は嫌だなって、評判良くないなってね、養成艇の評判良くないなっていうことにはなるんですが、ただね一般国民の視点から見るとどうですか。やはりねただの上司じゃないですから、この人ね君主ですからね、君主としてはやはりそこまでゴリゴリやってほしいですね。うん、いやもうね上司にしたいナンバーワンにもある意味ではこうなっちゃうかもしれないですよ。それくらいまあ頑張ったっていうことなんですよね。で信頼では実際に最も財政が健全な時代であったし、で清廉潔白な時代であったというふうに言われてますよ。もう中国のね伝統的な賄賂と汚職の世界、もう宦官も交えてもドロッドロの世界から一転して、あこの時代に透き通るような、もうそういう時代があったのねということをですね養成艇が実現をするんですね。これはなかなか養成艇やり手ですねと、この辺がもうね内政においての肝になってくるところでありますが、さらにね、まあ、具体的なところにも目を向けてみましょうというのはこちらになりますよ。一つはね軍機所の設立、これは割と重要ですね。これも割と重要でね、軍機所っていうフレーズがこれ出てくるんですよね。それが1732年、今日もしどこか年号を覚えたいという方がいらっしゃればですね、今日は1732年の軍記書のところだけ覚えていただければ OK ですというくらい、今日は年号とセットだったらここのところなんですね。軍記書、これは何かっていうとですね、もともとはタイ・ジュンガル、だからこのジュンガルっていう、まあ、モンゴル帝国のねあったところに、この時代はジュンガルっていう帝国があったんですね。これ前回やったところなんですけども、このジュンガル帝国っていう比較的やはり大きいところがあって、まあ、前回はですね後期帝がそこのガルダンっていうね、これやり手と戦ったっていうお話をいたしました。そこにジュンガル帝国っていうのはまだあったんですね。でこの対ジュンガル戦争、これに備えての参謀本部大本営を作りましょうっていうね、しっかりとしたこのなんかガチッとした建物を建てましょうっていうよりはですね、まあややこう臨時的にこう作ったような感もある、最初はこの軍機所の成り立ちだったんですが、これが要は参謀本部であり大本営ですよと。で、読んで字のごとくですね、軍機所っていうのは軍事機密を扱うところですということですからね、軍事機密を扱うところですから、これは前線の将軍なんかからですねもう報告がすごいこう届いてくるんですよ。パーン、今日の出来事はこうですって、ね、次どうしましょうみたいな。でそこでこのもちろんね養成艇もそれに対して目を通し、であるいはこの大臣たちも一緒にそういうのに目を通したんですね。でそこでこう、じゃあ この作戦についてはこういこうかみたいなことでね、こう小委員会みたいな形ですね、小委員会みたいな形でやって、でまた前線に指令を飛ばしてですね、それに従って軍事展開もしていくと
というような形、これが始まりだったんですよ。それがですね、どんどんとこの養成邸がなくなった後も含めてですね、最高政務機関に発展していくということになりますよ。したがって最高政務機関ですからね、明代においては例えばこの内閣ありましたね、内閣大学士ですよ、あれですかね、あれの代わりがもう明代ではまあ軍機所とイメージしていただいてですね、ここでは明代ではもう最高政務機関は軍機所で、なんでここが最高政務機関になっていったかというとですね、これもまた面白いですよ。これがですね、例えばこの軍機所っていうと、そうやって前線からね、こういろいろなもう知らせが届くと、で直接この養成邸を目にするんでね、で大臣たちも一緒に見てるんですよ。親とこの仕組みどっかでありませんでしたかっていうことなんですね。これね、先ほどの総省政治なんですよね。この総省、各役人からこう手紙をどんどん届いてね、で全部に目を通して、それでまたこれはこうだこれはこうだってね、はいはい、こっちの地方はこれ、こっちの地方はこれ、こうやっていくね、あれですよ。これ似てるんですよね、かなり。で、この軍機所の方ではですね、大臣も一緒にやってますからね。例えばここでこの養成邸が仮になくなっちゃったとしてもね、ある程度機能するんですね。ある程度大臣たちもいますからね。で大臣たちがこうやって、じゃああの件はこうだこうだっていうこう指令を飛ばすと、でこちらの方はですね、総省政治の方はね、これもう完全に養成邸ありきですからね。養成邸いなくなっちゃったら、これ立ちどころにこれダメだってこと、機能しなくなっちゃうってことになるんですね。で養成邸がいなくなっちゃうこの場合どうすればいいですかとこう考えた時にですね、でこの一般行政についてもそうだと、これ軍機所のその仕組みでいこうやと、要はこの大臣たちが目を通してそれでこうやっていけばいいじゃないと、こういうことになっていったんですね。したがってこれが軍機所がそういう流れの中で最高政務機関になっていくということなんですね。まあこれね、ただ言ってしまえば、これそうするとただのね、もう各地域から上層文が届くだけじゃないと、でまあいつものこう大臣たちがじゃあこうしろああしろと言っている、まあ、元の姿に戻っちゃうんじゃないのっていうところはあるんですけども、まあそういうね、この軍機所の一つ設立がポイントになりますと、この時代はそういうものがありましたということは、ここは大事なところであるんですね。でそういった流れの中でこう見ていくとですね、まあ一般行政もそうですけども、潜在的にはですね、この地方当局っていうのがすごくね、力を持っていくということになりますよ。もちろんトップはね、皇帝、養成邸がこう伝達をしてね、指令を出してやっていくということになりますけども、それもね、先ほどの日本の話だと、もう総務省とか中央官僚というのはいらないっていうことになりますからね。そんなもんちょっと置いといて、で地方が大事でしょうと、地方と皇帝が直接つないで、でそれでこの国を運営していくという方向になりますからね。で地方当局がかなり力を持っていくんですね。この件はどうしますかなんてね、こう皇帝にこうお尋ねすればパキーンとこう返答返ってきますから、それによってじゃあもう皇帝のね、こう意を借りてまたこう政権というか、この実権を握っていけるのが、その地域のね、実権を握っていけるのがこの地方当局になりますんでね、そういう仕組みが出来上がっていきますよと。でここで注意したいのはですね、この養成邸がやりたかったことは、まさにそれを通じてもこの独裁権の確立っていうことだったんですね。独裁権のもうこの皇帝の権限、あるいは皇帝の目を至るところで光らせてやろうと、それを実現させてやろうということなんですが、注意すべきはですね、これがすなわち中央集権ということじゃないんですね。中央集権でも全部この北京に権限を集めますとかね、南京に集めますとか、そういう話じゃないと。だむしろね、分権的な発想ですよ。各地域のもう力も強めていくと、各地域の、やりたいことも強めていくんだけども、そこにはしっかりとこの皇帝の目が光ってるからと、皇帝のやりたいこともやらさせてもらいますからと、こういう発想なんですね。これなかなかね、今までに見てこなかった、まあ、そういう流れですよね。まあ中央集権とか独裁権とかね、ちょっと面倒くさいというふうに思われる方は、まあとにかく、まあ、全国隅々までこの養成邸がもう全部やると、政治全部やると、それぐらいのスーパーマンですと、それぐらいのイメージでね、ぜひいてもらったらいいんじゃないかなというふうに思いますね。さあそんな折にですよ、もう一個やったことといえば、この思想統制、こちらも見ていきましょうということになりますよ。思想統制で文字の語句、おやーとね、文字の語句、なんかどっかで聞いたことあるなという方いらっしゃいませんか。
ね、これやったんですよね。これ、明代の初代皇帝ですね。朱元璋。朱元璋も文字の獄やりましたと。なんかね、朱元璋の時は自身がね、僧侶だったこともあったんで、この光るとかね、こうハゲとかね、もうそういう字を使ったやつはもう処刑ですなんてね、そういったことがありましたと。で、文字の獄っていうのはですね、実はこの朱元璋だけじゃなくて、もう中国の時代はね、たびたびあったんですね。もう昔からこういう文字の獄みたいなのは結構あってですね、で、清朝の時代はもちろんあったし、それは今もそうですとね。この中国なんてね、表現の自由全くないですからね。で、言論封殺はいつの時代もと書きましたけども、そのおなじみのこの文字の獄ですと。で、ただこの文字の獄やらなきゃいけない理由がね、やはり清朝にはあったんですね。この朱元璋以上にね、やらなければいけないその存在理由、もうレゾンデートルにも関わる、まあ、そういう問題であったと。なんでかといえば、それはまさにね、この清朝、満州人の国ですからね。満州族っていうのはですね、そもそも例えば漢人からすると、この上位思想ということで戒思想ですね。またここでも戒秩序ね、出てきましたと。まあ戒秩序っていうのはですね、この中華圏こそ、漢人こそがトップであるとね、これも朱子学の発想、儒教の発想だと。で、ここの漢人がトップで、その周りこそは野蛮人で、で、この野蛮人の中に満州族っていうのはしっかり入ってますからね。で、その満州族がこの中華圏を支配するに至っちゃいましたからね。これはこの皇族としてはですよ、満州族の皇族としては、自分たちをこう野蛮人扱いされるってことは許せねえと、こういうことになったんですね。で、したがって漢人の知識人たちはね、まだね、ちょこちょこ言うんですよ、この上位思想だと。あんな満州人なんてと。で、満州族の、まあ、満を取ってね、で、反満主義とかね、反満思想とかこうね、言いますよね。で、反満なこう人たちがこういてですね、まあそういった人たちをやっつけるということがこうたびたびありましたと。で、後期帝の時代なんかも結構こういうのはあってですね、もうそういう許せないものをね、出版した、もう本とかこう出版して、なんかね、そういうとんでもないことを書いた本を出版したらですね、それを書いた人だけじゃなくて、出版を手掛けた人だっているし、まあそれにね、一筆書いた人だっているでしょうし、あるいはこの購読者の方だっているしね、で、印刷する人もいるし、で、こういうもう関係者をこぞってもう死刑とか言ってね、で、あるいはそれに類するような家族とかなんとかをね、こんなもう流し、島流しとかね、流刑だとかこうやるんですね。そうするとこの漢人たちは結構震え上がるということになりますよ。これね、明朝の時は結構出版は盛んだったんですね。明朝の時はいろいろなね、さあもう出版も盛んになってきて、で、それに伴って、まあ、例えば水滸伝とかね、三国志演義とかね、それ発達をしてきて、で、各地ではもう市の至るところでセミナー開いてですね、この考えはあとどうだなんてやってね、で、あるいは陽明学っていうものだって新しく出てきてですね、儒教の一派でありますけども、これも陽明学なんか出てきて、そこに例えばその末裔に李卓吾なんていう人も出てきたんですよね。李卓吾ね、これ面白かったですね。まあ陽明学っていうのがですね、そもそもにこのありのままの心だということでしたよね。ありのままの心をもっと大事にしようと。今までの儒教ってなんか上から目線で非常に庶民からしたらとっつきにくかったんで、いや、そうじゃないでしょと、ね、もうちょっと平たくありのままの心、心即理だということで、これを大事にしていこう、これが陽明学でありましたけど、さらにそれを推し進めたのはこの李卓吾でしたからね。李卓吾まで行くと、オラワクワクすっぞということ、これでしたよ。同心説っていうことで、これもやりましたね。オラワクワクすっぞみたいな、そういうの大事っしょみたいなね、こう今ありがちなこの新しいライフスタイルみたいなね、そういう形ですということで、これもお届けしましたと。で、この李卓吾なんかはね、やはりね、周りからね、しばかれるわけですよ。そういうこの時代ね、そんな何がオラワクワクすっぞだと、もうふざけたことぬかしてるなということでね、こういう漢人の知識人たちからね、こうボコボコにされるんですね。まあ直接ボコボコにされるというのは、こう周りからいろいろなね、嫌がらせもされたりですね、もう学会からも排斥されたりするということですよ。で、そういうですね、このやはり知識人たちって言ってもね、一枚岩じゃなくてね、まあどっちかっていうと、やはり保守的なところはかなりあるんですよ。もう漢人の知識人たるものこれでしょうみたいなね、いうところがあって、で、ただでさえ清朝がね、こうやって、
この思想には厳しいところをこれをうまく利用しちゃったりするんですね。なんかこう変なことを言い出したやつがいたら、いやこのむしろね北京にこうチクってですね、あんなことやってますよみたいな、それでそうかそうかなんですね、清朝もまたやっていくとね、ぎゅうぎゅうと締めていくということになって、まあ従ってですね、まあこの清朝が全てねこの言論封殺に対してすごく全面的なこう責任を持って厳しく当たってたかというと、まあそこは結構評価分かれるところですけどね。これはまあそういう漢人たちが、まあ、自分たちもこうギュウギュウとやられてしまうけどもね、なんか変なこと言えないようにふうになってしまうけども、でももうなんか相手方もね違う人たちもそこでなんか自分の尺に触ることを言ってたら、だからそこを告発してやろうとかね、まあそういう体質も依然として漢人の知識人の中にはあるというふうにも評価できるんですよね。そんな中でですね、この雍正年間に面白いこととしてこちらの方に行ってみましょう。大義革命録っていうことでね、ある事件が起こるということなんですよ。これですね、登場人物はまず雍正帝の家臣の中にね、学正規っていう人がいたんですね。学正規さんがいて、そのもとにこの反満主義者の、先ほどね言いました、この満州人たちに対してよく思ってないと、ね、いう思いを抱いていた宗正という人が出てくるんですね。この宗正がね、おめおめとこの学正規のもとに行ってですね、謀反を起こせということを進言してくるんですね。この学っていう姓はなぁなんつってね、そういえば昔満州人がここに金っていう国をねこうどでかく作った時に、それに立ち向かった偉大なね南宋の人に学費って人いたぞなんつってね、で学ってお前同じ名字じゃないかと、お前こそこれやらなきゃダメだぞなんつってね、そしたらまあこの学正規としてはね、ふざけたやつ来たなと、まあ自分がね、まあ、学だっていうね、まあ、学っていうせいだからこれをいいことになんか都合のいいことを言いやがってと、あそうかそうかなんつってね、じゃあどういうことだっつってね、こう全部こう記したんですね。じゃあ宗正なんだなんだ言いたいこと全部言ってみろっつってね、あなるほどなるほどなるほど、で記して、はい雍正帝こういうこと言ってましたと、この宗正ぶっ潰してやってくださいと、もう普通であればもうこいつ死刑ですねということでね、でここで、まあ、死刑になるかと思いきや、ここでなんと死刑にならずにですね、これは雍正帝むしろよし面白いやつが来たじゃないかと、ここでこいつと論戦張ってみようと、こういうことになったんですね。雍正帝はね、今までのこの皇帝の文字の獄とね、文字の獄の使い方がちょっと違ったんですね。今まではなんかね、こう都合の悪いことを言われたから、もうその、まあ、リベンジじゃないですけどね、それを咎めてのこう、まあ、粛清みたいな形でちょっとまあネガティブ的なところありましたよね。ただ雍正帝はね、こういったものももう積極的に利用して、もうその反満思想とかね、こういう、まあ、改秩序ですよね、今まであったその中華がトップ で漢人がトップで野蛮人が下に組み込まれているような、そういうヒエラルキーに対してですね、正面からこれ戦ってやろうじゃないかと、こう思ってたのが雍正帝だったんですね。で面白いやつが出てきたなとか言ってですね、でこの宗正とじゃあ論陣を張ってしっかりボコスカやってるわとか言ってね、じゃあお前の論拠は何だとか言ってですね、そこでこうやり取りするんですよ。そうするともう雍正帝もね、頭めちゃくちゃいいですからね、論破されてね、キャイーンとこうなるんですね。でそれをキャインとさせるだけじゃなくてですね、それ全部こう逐一記録をさせて、でそれも含めて出版したのがこの大義革命録っていうね、もうそういう、まあ本ですよね、これそういう記録っていうことですけども、そういうものを出版するということになるんですよ。大義革命録ですからね、大義っていうのはもうそう雍正帝の考える大義ですね。雍正帝の考える大義によって革命録っていうのはね、迷いを覚ます録だということですからね、寝言言ってるやつがいるとね、この宗正もそうですけども、今までのなんだ反満思想だかなんだか知らないけども、攘夷思想だかなんだか知らないけどもね、古臭いこと言ってるやつら全部この論陣張って論破してやるわって、こういうことなんですね。いや面白いですよね、ここ雍正帝なかなか面白いことやりますと、まあそういったことの顛末にも見られるようにですね、この雍正帝っていう人はですね、甲斐一家、この言葉をよく使ったんですね。甲斐一家、これはまたね
好奇心の発想ともつながってくるところですけども、これまでの会秩序だから肝心がトップで他は野蛮人ですと、もうそんな古臭いこと言うなと、もうそれも全部かも意もないだろうということで、もう全部一つのね屋根の下ですよと、一家そういう時代でしょうっていうね。実はこの会一家っていうのはですね、明代の三代皇帝の永楽帝が使った言葉でもあったんですね。ただ永楽帝とは使い方が違いましたと。で永楽帝はもう肝心で言いますからね。で永楽帝としてはもうまあそもそもにね、自分たちが肝心であって、で周りには野蛮人がいるけど、それぞれまあ違うんだと、違うものだけどまあ一緒に行きましょうやっていうね、もう最初はもう別物、これがスタートだったんですね。スタート地点としてはもう家と家はもう別物っていう、まあそういうスタート地点。ただここで養成帝は違うと、もう出発からして家も家もないでしょうと、もうみんな一緒にやっていけばいいじゃないと、これが発想ですからね。この発想ですよ。ここがまた一つね、チャレンジングな部分、今までのこの伝統的な中国での価値観に対する一つのねチャレンジングな取り組みである、その養成帝でありますっていうね。だから思想統制の中身もね、なんかぎゅうぎゅうとなんかひたすら窮屈なことをやってるっていうよりは、養成帝なりに新しい世界観を作っていこうっていう、こういうチャレンジングな部分が多分に含まれていたっていうことはね、これは忘れてはいけない事実だということなんですよね。さあそんな中で養成帝もなくなってしまいますと、1735年にですね亡くなってしまい、まあこのね死因はいろいろと言われてますよ。まあさすがに働きすぎじゃないかと、睡眠時間がね3時間だ4時間だと、ボナパルトみたいなことをやってても、やはりそれは体にはね、来てますよと、あるいはストレスも相当あったでしょうねということでね、飲み食いもまあストレスによってすごくやってたんじゃないかとか、まあ、そういう説もあったり、あるいはね道教のその神仙思想ですね、この道教的な発想によって不老長寿をですね、まあ考えて、この丹薬っていうね、これ明代にも皇帝何代かいましたけども、丹薬飲んでて、それによってまあ亡くなっちゃったんじゃないかとかね、まあこういう説もありながら、いずれにしてもまあ亡くなってしまったのが1735年でありましたということなんですね。さあ今日は見てきましたよ。今日もこういった形でこの養成帝はこういうことをやりましたと、とにかく総称ですね、もう全部自分でやる、もう忙しくても何でもいいから自分の思った正義を貫く、これが養成帝でしたからね。もう人間 2.0 みたいなね、もうそういう人でしたね。もうこういう政治家って今いるんですかねっていうね、そういう話ですよ。で超人の挑戦と結末と書きました。ただね今言ったこの取り組みっていうのはやはり養成帝だからこそできたことであってね、養成帝がなくなっちゃうとまあねどうなのかなと、このね軍記所の設立もそうですけども、まあ、軍記所っていうのができたら、まあ、軍記所にあとはね、まあ、養成帝なくなっちゃったら、まあ、軍記所にやらしときゃいいやということになれば、それはただのこの文書政治でやってるだけじゃないとかなったりね。であるいはこの思想統制のところにですね、この会秩序、今までの秩序に対してこのものを言ったのがこの養成帝だったんですね。ただそれもどこまでうまくいったかはやや不透明、それは今後のこの国のね行く末を見ていけば、まあ、明らかですね。やはり皇帝でもそういったものに立ち向かうっていうのはね、なかなか難しいことだと、清朝のね歴代皇帝の力をもってしてもなかなか難しいことだということになってきますよね。まあそれはそれとしても今日はね、まあいろいろ面白かったですよね。この厳しい勤務評定で人間のレベルに達してないぞお前はなんてね、こんなこと言われてみたいかもしれないということですが、さあ皆さんどうお考えですかということで、まだまだ忙しい時代は続きますから、次回乾隆帝ということでね、こちらも息の続く限りまたお届けしていきますんで、引き続きよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた。